競争水面には予選競争第6レースのメンバーが登場してきました。出走メンバーは1号艇篠原翼、2号艇西山貴博、3号艇那須啓太、4号艇中尾優香、5号艇倉尾大輔、6号艇岩崎雅也です。本番も1、2、3、5、6、4の並びとなりそうです。内枠2人は前節ダブル優勝戦の V モーターを手にした2人です。イン1号艇篠原翼、そして2コースはこの人、2号艇西山貴博です。来年の若松クラシックの権利掴んでここ若松へ帰ってきました。3コース3号艇那須啓太です。そして4コーススローの行き5号艇倉尾大輔、5コース6号艇岩崎雅也です。近況は3月芦屋で輸出しています。1、2、3、5、6、ここまでがスロー、そして一定後方に引っ張ります短気がまし4号艇中尾優香です。予選競争第6レース、本番も5対1のスタイル、インから1番2番3番5番6番4番の並びです。スタートしました。予選競争の第6レース、1番2番3番そして4番が除いたスタート。1周の1幕、逃げる1号艇の篠原翼、まくっていく3号艇那須啓太、そして2号艇の西山、バックストレッチ先頭は1号艇篠原翼、僅差で3号艇那須啓太です。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇篠原翼、そのすぐ後ろから3号艇那須が追走。レースは1周の2幕、1号艇篠原が旋回、続いて3号艇の那須、内からは5号艇の倉尾、先頭は1号艇篠原リードを広げます。2番手3号艇那須、前の2艇は1番3番、その後ろ3番手は2号艇5号艇6号艇、まだ3艇の争い。2周の1マーク、1号艇3号艇が抜けた後3番手5番6番が回って指す2号艇の西山、バック側1番内側2号艇西山貴博一歩前に出てきました。3番手は2号艇西山貴博です。上位の3艇1番3番2番、その後ろは6番5番並走、最後方4番。2周2マーク、1号艇篠原トップで折り返します。2番手3号艇の那須、2号艇西山3番手です。ホーム側上位の3艇は1番3番2番、レースは最終周回へと入りました。トップコースの1号艇篠原翼です。最終1マーク、ここもクリアしていきます。2番手3号艇那須啓太、3番手2号艇西山貴博です。最後のバック上位の3艇は1番3番2番、1、3、2の3連単のツは 10.4 倍を指しています。ラストターンマークの旋回です。今日ここ1回しっかりと逃げました。1号艇篠原翼、2番手は3号艇那須啓太、2号艇西山貴博、3番手第6レースまもなくゴールです。先頭1番ゴーリン、3番ゴーリン、2番ゴーリン、5番と6番、6番と5番は接戦ゴーリン、4番ゴーリン、以上前提合輪しました。